これから紹介する海のライトゲーム、この釣りはプロセスを大切にする釣りです。魚に優しく接してください。スニーカーで楽しむ海のルアーフィッシング。海のルアーフィッシングというとシーバス、スズキに代表されるようにちょっと難しいとか釣り方がよくわからないなんてこともあるよね。でもこのビデオで紹介するのは何しろ簡単。一度でもルアーフィッシングをしたことのある人なら誰でも釣れちゃう。しかも釣り場は足場のいい海岸や堤防、港だからスニーカーで OK。 本当にお手軽。ところで何が釣れるかというと、メッキにシーバス、高級魚のヒラメやコチ、他にもアジ、カサゴ、ベラ、ダツなど海のルアーフィッシングは魚種も豊富。楽しいよ。といったところでやってきたのは伊豆半島下田。あれ、原田さんがイライラしながら待ってるぞ。あー、壁おっせえな。約束の時間過ぎてんのにな。原田さとしよん、待ってるよ。なんなんだこいつは。私は何を隠そう、見た目は邦彦です。なんだそれ、こはもういいじゃないですか。たまにはこうピシッと血統っぽい格好で原田さとしにこう挑むというこう態度の表れですよ、これ。俺もじゃあもうちょっといい格好してこなきゃいけなかったね。そう、ところで何ですか、このなんかこの小無双みたいなやつは。見たい、見たい、ちょっと見せてください。なんだこれは。なんかこのララときたら、ラときたらラーメン言うと思ったんだよラーメンって違うんだな。何ですか、ラといえば次はイ、ラ、イときたらズなんだな、これがズイラ。バカ者、ライズだよ、ライズ。ライズ、うん、何ですかその3人も揃っちゃって。3対1で戦うの。3対1で戦うの。そう、なんかそれハンデありすぎません。いやいや、ポイント違うから。急にちょっと弱気になってますだってそのくらいの挑戦しないと。あ、そうね、ちょっと挑戦するくらい。じゃあこれにまた今この超対戦方法かなんかテロップで出してもらって。今回は川辺博一対ライズ軍団のバトルフィッシング。ルールはご覧の通り。ライズ軍団の釣った魚は1ポイント、川辺さんは2ポイント。でも1日で5種類の魚をゲットするまでは宿に帰って寝られないのです。さてこの厳しいルールにはまるのは誰か、お楽しみに。やる、やろうやろう、やろう、なんか言葉が余ってますけど、行くぞ俺は、頑張るぞまあ頑張ってね、はい、うちエース級だから。エース級なんだよな、ね、こいつらマジでな。エースだからね、うちのエースなんだよな、うん、ずるいな。まあ私は天才だから天才、うん、負けることはない。はい、わ、はい、かりました、楽しみしてます。はい。そして第1ラウンドのフィールドに選ばれたところは青野川の河口。どこの地域でも河口は餌となるプランクトンが豊富で魚たちが集まりやすいポイント。果たしてここでどんな魚が釣れるのでしょうか。それでは第1ラウンド、よし、頑張ろう。タックルボックス、タックルボックスやっと治った。すげえ、やだよな釣り人、すぐそうやって割れ先。原田さんは壁にベタッと張り付いてどうやらシーバスを狙っているようです。しやったな。隠しておいたから、ひょいひょいひょい。食わないじゃん。とりあえず昨日電話したらこっちにいるよっていうことで。誰に、鈴木さん、うん、鈴木さんに。あ、そうか、うん、親友でいるんですよ。ほんと、俺もこの間、今年になって友達になったの、シーラさん。あ、シーラさん、うん、ここにいないって言ってた。あ、ここにいないって言ってました、うん、おかしいな、見えないじゃんだって。そうですね、魚。とりあえず後で電話してみます、もう一回。お、お、出た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 、月が内緒だよ。メッキかい。いや、
多分鈴木だと思うんですけど。海のライトタックルの説明をします。竿はですね、7フィートから8フィート、まあ最高長くて9フィートかな。で、本当に柔らかいやつね。で、リールなんだけども、だいたい2500番から3000番ぐらいのクラスで、ラインが4ポンドがだいたい基本になってます。で、大きいものがいるんだったら6ポンド、それから小さいルアーを投げるんだったら2ポンドでも OK です。で、リーダーはつけませんので、そのままルアー直結でいいと思います。非常に簡単です。ポイントはバスフィッシングと同じ障害物の影など。なんかよくわかんねえこのバトルフィッシングのもう一つのルールは、予備のルアーを持ってはいけないこと。なくしたら取りに行かなくてはなりません。いきなり願がかりです。願がかりです。あー、トラブルですね。おー、願がかりって結構引くもんですよね。ちくしょう。すいません、私勘違いしまして、ルアー持ってました。あいつら油断してずっと下が降りちゃうだけだから、俺の勝ちだね。ここで取り行くとか言って、ここから出したら怒るよねないんだな、でもないんだな、そんなのはないんだな。クエ、おお、俺のすっげえ反応してんじゃん。何これ、茶色い魚、黒いような。あ、来た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 、一見沈んでっちゃい。名前みんなつけちゃう、勝手に。ブルーギルでしょこれ。え、ブルーギル。ほら、思いっきりチェイスしてるよ。ここ排水溝があって、ちょうどさっき魚影があったんですけどね。あ、跳ねた違うかもしれない。こんなことにならないために、針はバーブレスフックにしておきましょう。バーブレスフックの作り方をこれからちょっと見せますから、まずペンチでこのバーブね、要するにゲーブの部分にこうありますね、これを潰してしまいます。返しを潰します。これそんな力入れなくても潰れますから、3つをちゃんと潰す。こうですね。それから針を研ぐ。これは3面研ぎで両サイドをやって上から研ぐと。これを3箇所とも同じ作業を繰り返します。こうですね。で、バーブレスフックになぜするかっていうと、まあ、魚のダメージももちろんそうなんですけども、それ以外にやっぱり人にこう刺さった時とかね、自分のこう魚が暴れて自分の手に刺さった時でもこう簡単に抜けます。要するに人間のダメージも少ないし、魚のダメージも少ないっていう、まあ、一挙両得な方法です。ぜひこれ使ってください。やってください。こんな時でもバーブレスフックなら簡単に外れて安全。あ、はい、グガグガ言ってる。はい、トリバリー、銀亀。ノロさんのファーストポイントは銀亀アジ、通称メッキと呼ばれています。あ、グガグガ言ってる、聞こえますかね。泣け、聞こえたかな。はい、1匹しかいないでしょ。さっき3発ぐらいで出てきた。ノロ選手1ポイント、イエイ。メッキとはヒラアジ類の総称で、このギンガメアジをはじめ、ロウニンアジ、カスミアジの幼魚がメッキと呼ばれています。バイバイ。平気平気、やったー、釣れた釣れた。よし、次次次、どんどん来ちゃう。
何でも1ポイントなるのかな。川辺さんは岩場へ移動。しかしルアーは水の中にはありません。一生やってろ。フローティングミノーで船の影を狙う原田さん、まだヒットはありません。クワニャ、はい、カメラさん、また魔法の時間ですから、あっち向いてください。俺は歩いてあそこまで撮ってきますから。ああ疲れた。あれ、ルアーが変わった。ルールではルアーは一人一個しか持てないはずなのに、もう取りに行ってきたの？怒ってるね。ペンチなんかいいや。実はセレクトミスしちゃってさ、このシンキング沈まねえんだ。あんまり気分悪い。食わないな。どう見ても行こう。第1ラウンドはノロさんのメッキ1匹に終わりました。まだまだ勝負は始まったばかり。どうなるのか全く分かりません。そして第2ラウンドのポイントは青野川の河口より2キロほど上流へ登ったところ。この辺りは海水と淡水が入り混じった汽水域。メッキをはじめシーバスやボラなど魚種も豊富。秋だというのにとっても暑いんですが、ハサここどこですか。ところで青野川ですね。青野川、南伊豆町の青野川、ね、ソルトウォーターフィッシングなんじゃないですか。このビデオソルトウォーターだよ。さっき舐めてみなかった。全然。これ辛いの。辛いのこれ、うん、フィヨルドっていうのかな。こう入り組んでる川みたいに見えるんだけど、はい、本当はここ海なの。海なんですか一応、うんうん、繋がってるからみんな海よ。じゃあどこでも海なんですね。どこでも海なんだよ。潮の影響があるところはみんな海なの。海の、あ、そうなんです。じゃあ海の魚がいる。どんな魚がいるんですか。ボラだろ、スズキだろ、それからコチだろ、それからメッキだろ、はい、あと何がいるかな。アナハゼかなんかいるな。クトヒキね。もういっぱい魚種は一応いるんですね。うん、釣れるかどうかは腕だけどね。あ、そうですか。はちょっと自信ないですけど、まあ行きましょう、行きましょう、はい。早速始まりました第2ラウンド。来いと思ったらいきなり野呂さんにヒット。危ない。琴引きだ。琴引き、琴引き、琴引き、琴引きです。いたか。野呂ってやっぱ天才だな。天才野呂。釣れた釣れた。アキ、琴引きも海のルアーフィッシングでは絶好のターゲットです。嫌な感じですね、お客さん。嫌な感じ。お客さん、釣り具店、釣り具店様で儲かりますね。嫌な感じ。なんか陰謀を感じるな。月山さんも琴引きをゲット。3ポイント目。ベビーサイズですね。1ポイント。はい、ありがとうございます。何なんでしょうね、一体。天才です。もう2ポイントも取られてしまいます。まあ、僕1匹釣れれば、もうあっという間に同点ですからね。彼、うまいね。ちっちゃいの。釣ってんだか引っ掛けてんだか知らないけど。ちょっと見てよ。もう食わない。あ、石釣ったじゃん。イエーイ、石ヒット。石ヒット。でもこれってわかんねえよな。石。わかんない、わかんない、絶対わかんない。このポジションで見てもわかんないと思う。石じゃダメですよね。だよなんだボン。キャストの度に何かたくさんの魚がルアーについてきますが、ヒットしません。やっぱりあれ釣ってんの。そうですよ。マジかよ。あれが食ってくるんですよ、ガって。あ、そう。なんなんでしょ、一体。カメさん、あれじゃないと思ってた。あ、あ、釣った釣った。え、釣れた釣れた。ヒットだ。フィッシュフィッシュ。あ、でけえな、チクショー。多いじゃない。チクショー。川辺さん、ヒット。
なんだなんだ、ちくしょう、ちゃん 2.5 ポンドで頑張ってます。ただいまファイト中です。なんだなんだこれ、あ、なんだこの魚、ボラ、コチみたいなの、あ、ほんとだ、コチみたい、なんだろう、コチみたいなの、これ上がんねえよ、いや、取りますでかくて、あ、ほんとほんと、マゴチ、マゴチ、マゴチだ、マゴチ、どうやって取ろうかな、これこれ、近くまで行けば取れるかな、あ、これ大きいよ、これ大きいよ、ガメさんも、ちっ、あ、いっちゃいっちゃいっちゃ、手伝いますよ、いいサイズ、いいサイズ、ほら、これ美味しい、ガメさん、ハンドできるか、うん、脱いで、片足突っ込んで、こっち向けてくれれば、あの、ラインさえ滑らせないで、おー、マゴチ、マゴチ、あ、ビッグフィッシュ、ナイスサイズ、すごいよ、カウンナイスだよ、ハンドできるか、これ危ねえぞ、やった、yeah! やった、サンキュー、わあ、これって4ポイントでしょう、これ大きい、ない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 、これは無限大ポイントだもんね、これどうやって、すげえすげえ、拍手拍手、すげえ、大丈夫、あ、いていていて、本日最大、本日最大、ほらやったー、なんかよくわかんないけど釣れた、なんだかわかんないけどってのがいいな、え、マゴチ、うん、こっち、うまそう、海の魚だよ、海の魚これ、うん、川ですよこれ、海なの海なのこれ、うん、なんだ海だったんだここ俺川だったばっかり持つ、深い入り江ってんだな、あ、そうなの、うん、ちょうど、嬉しいな、砂と同色だったんだね、わかんない、まあ、ショアから駆け上がりに向かって投げて、そこをほとんどそこ近くをペペペってやってたら重くなりましたなんて、なんかすごいな、初めて釣った人みたいわーいみたいな、いや嬉しいな、いやこれ、あ、血出てやんの、あ、そう、これどうやって取ろう、誰かにきっとペンチを借りないと取れないな、まあ、天才は道具選びませんから何でもいいんですけど、だね、はい、じゃあこれリリースですね、はい、はい、よろしいですか、またまた釣ることはないと思うけど、さよならいい、大丈夫かな、いける、あ、横たわっちゃった、ああ大丈夫、あ、平気だ平気だ、よし、おい乗ろう、うん、俺だけまだ坊主だよ、ウッキッキー、高級魚のマゴチが釣れたポイントの横では淡水魚のコイが泳いでいる、何が釣れるかわからないところが汽水域の魅力です。第3ラウンドということで、ここは岩地海岸ですか、うん、はい、これ小さい入り江ね、ええ、で小さい浜、はい、こういうところはな、ヒラメを釣るだよ、ヒラメですか、うん、ヒラメってもな、ちっちゃいやつしかいないけど、狙撃のだ、これ読めば書いてあるでしょ、そう、うん、回答が書いてるの、回答が、答えが書いてある、そのままやれば釣れる、釣れる、ほんとかな、読んでなよ、原田流海のルアーフィッシング、ナンパ、俺流お魚あ、お魚ナンパ術ね、そう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 、あ、お魚しかナンパしないもの、あ、そうですか、うん、へえ、はい、うん、ということで、じゃあ読みましょう、頑張りましょう、読みながらね、うん、読みながら、俺も読まなきゃダメかな、いや、忘れちゃったんじゃないですか、わかりました、はい、行きましょう、はい、頑張りましょう、3ラウンド目にやってきたところは岩地海岸、ここでもお騒がせノロが活躍、俺らには見えた、見えてもいねくせに、加工でしょ、加工、うん、ダッツだ、ダッツ、そうかい、ダッツ、よし、ダッツ、切れたよ、よし、ルアー返してくれよ、よし、まだやってるよ、まだやってるよ、あ、いた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 、トープ、うーん、切れちゃった、切れちゃった、あ、切れもうた、切れてもうた、ノロが走る、ルアーがない、ルアーが、鍵抜いたら開いてねえんだよな、きっとな、広い海岸、どこへキャストしても良さそうですが、実は何か海底に変化のあるところがポイントとなります。駆け上がりや藻、岩など
ここでもやはり障害物の周りがヒットポイントとなります。あ、来た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 、よしフィッシュ、バホバホ。ヒラメッチ、おお、やったー、ヒラメッチ、しどうだ、ヒラメッチ追いついた追いついた、これでヒラメ、あ、痛い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 、勘弁して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 、危ない危ない危ない、よいしょ、これ取って取って、よいしょ、さすが、これ歯がすごいんだよな。ヒラメ？左ヒラメ。左ヒラメ、右カレイってことで、これは左にあるからヒラメ。はい、じゃあよろしいですか？待ってますか？はい、じゃあリリースですね。ヒラメさんはどうやってリリースか？ヒラメのサーフ泳ぎ、シャー。おお、いった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 。あ、もう同化してしまいましたね、砂と。いやいや、嬉しいなと。あったかいじゃない、まだ海の水は。なんだ、よし、頑張ろう。へへへ、あいつらには負けねえぞ。川辺さん、マゴチに続き、これまた高級魚のヒラメをゲット。4ポイントゲットですが、内容の濃い2匹です。うん、ここ多いや。海のルアーフィッシングで基本となるルアーはミノーです。これをいかに動かすかでヒットの確率が大きく変わってしまいます。そこで突然ですが、野呂義久のトゥイッチング教室。ソルトウォーターのライトゲームでは、ただ巻きよりもトゥイッチやジャーキングといったテクニックの方が効果的な時があります。それでは今実際にやってみますので、ご覧になってください。まずルアーをキャストします。そうしましたら糸吹きを取りまして、まず竿をですね、小刻みにこうアクションしてもらって4、5回浮かしたら止めます。で、4、5回浮かして止める。このスピードと感覚はですね、その日の魚の状態ですとか、あと魚の種類によって、まあ、こう早くして止めてもらったりとか、まあ、ゆっくりの時がいい時とかございますので、それはその時の状況に応じて臨機応変に対応してください。もう一度やってみます。キャストしてこれくらいですね。スピード的にはだいたいこれぐらいが一番いいと思います。はい、それではですね、トップウォーターの次にはこのミノープラグの動かし方です。基本的には、トップウォータープラグと一緒なんですが、キャスト後ラインストラックを取り、トゥイッチをします。やっぱりストップですね。このストップの時間がですね、一応魚にバイトさせる、チャンスですので、必ず入れるようにしてください。でルアーはですね、魚がヒラを打つような感じで、動かすような感じです。糸吹きが、出てませんとこう動い、トゥイッチをしましても、ただルアーが泳いでやってまして、ヒラを打つようなことはできません。ですからキャスト後、ラインスラックを多少取り、ライストラックを張るような感じでトゥイッチするような感じですね。でリールはですね、リールは、リーディングのためではなく、この糸吹きを取るような感じで、アクションはあくまでもロッドで作るような感じでしてください。いや、なんだこれは。なんとここまでノーヒットだった原田さんがヒラメをゲット。これ今裏返しだからゲソだって。こっちソゲ、こっちゲソ。本当かよ。はい、悲しい。今パーンとかやってた。お、来た。夏だ。あ、切られないようにしようけ。あー、取られちゃった。きついなー、きついなー。あれ硬いんだな、口の中。 2.5 ポンドでラッキーじゃなきゃ取れねえんじゃないかな、あのサイズ。ちょっと、はい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 、お、お前釣れよ。あ、そげた、そげた。あ、釣れちゃった。あ、へげへげへげ。
で、あるいは行ったぞ。川辺さん、根掛かりを外しに海の中へ。初公開、川辺博和のパンツ姿。こんなの映すかな、普通スター川辺に対して。ドシーン。ダッツ。よっしゃ、ヒラメに続きダーツをゲット。おっと、こちゃった。え、これで捕まえれば点だぞ。ダッチュー、あ、ごめんなさいね。はい、ダーツ。へっへっへ。俺も魚釣れるぞ。ほら、ダッツ。あ、ダッツはこの歯が危ないからね。これで噛まれちゃったりして、すごい歯見えるかな。気をつけてね、ダッツはね。ちなみにこういうとこにこうやってやると噛むんだな、これが本当に噛むんだ、ほら。はい、一度釣りの勘を掴むとこの人めちゃくちゃ強い。いや、俺にも魚釣れるよ。こちら小魚と遊ぶ川辺さん。ちっちゃいよな。あ、来た。なんだなんだ。これでも川辺さん2ポイント。あ、でけえ、ことひき、ビッグワン。あー、スマスマになっちゃった。おっかなー、暴けんな、おっかなー。ことひき、スマスマ状態、スマスマ、おっかねー。ことひきです。でっかいスイングですよね。これはちょっと面白いですよね。なんとか味。クエスチョン味。お、すげえ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 。お願いします。あ、いけるいけるいける。あ、こいつ、あ、こいつ、あ、こいつ、バイバイ。今年で第4ラウンドは海岸から近くの港へ移動してスタート。ここには小魚がいっぱい。海底に変化のある港にはカワハギや念仏ダイ、アジといったたくさんの魚たちが見られます。黒潮の影響であったかい伊豆の海ではコバルトスズメやツノダシといった熱帯魚の姿も見ることができます。釣るじゃん。え、僕3つ落としちゃったから、ほら見て、見えるかな、ビデオさんで見えるかな、いろんなのがいますね。しかしこの小魚を釣るのにミノーではもちろん無理。まあ、あの大きいやつもいいんですけどね、あの本当にこうちっちゃい魚とお魚さんと遊ぶには、あ、こんなようなね、結構せこいですね、こういったリグで、やらないとお魚さんの口にかかってくれません。でですね、どんな竜かというと2ポンドラインですね。もっと細くてもいいかもしれません、それにこの極小の噛みつぶしですね。でこの フックはこう、まあ、袖針みたいな、これフライフックなんですけど、フライフックのすごいちっちゃいやつ、それにこれ、まあ、ティーズアームのテールをちょん切ってですね、ちっちゃいやつ、あ、これをかけてと、これでこう誘って食わせるみたいなね。これトゥイッチしてもいいですよ。トゥイッチしてピッ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 っていうような動きになると結構あのメッキとかね、あの辺のちっちゃいやつがパッとこう食ってくれますから、まあ遊びたい人はこれで試してみてください。
ああダメなんだ、針のとこかかってないんだ。チキショこれはちょっと、うん、ちょっと待って、引っかかっちゃった。いや入れがかりや。はい、これは大きいよね。これ魚だよね。誰がなんつっても魚だよね。よし。カメラさん、カメラさん、食った。なんだこれ。これは何でしょう。食ったって言えるかな。北枕。北枕。のちょっと針が違うところにかかってる気直しないこと。カメ、すごいぞ。え、北枕。ねえ、カメ君、はい、いい、ちょっと。何でしょう。2人で選んだセレクトって全く一緒じゃないの、やるこってることが。僕はあのフォーリングで壊してますから。男らしいですね、少し。少し男らしい。お前、女っぽい、めめしい。だって見えてんの。でもフックは一緒だよね。それは念仏台だ。念仏台、バックリオキチの念仏台。でもバチモチしちゃう。大きい。やったね。綺麗でしたね、なんかね。すごい。それじゃあ、ボヒョン。ああ、行ってしまった。ああ、これだよ、これ。すごすぎるな。こんなちっちゃいの。でもこういうのもいっぱい釣れるからね。釣れないより釣れた方が面白いよね。はい。カーベ、北枕、ツーポイントですよ。あ、なんか、ちょく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 。お。エジ、銀亀エジじゃない、マエジですね。アジですね、エジじゃないですね。アジさん、アジさん、アジさん。よいしょ、あ、痛い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 。はい、アジさん。あ、痛い痛い痛い。はい、はい。リリース大丈夫かな。ええ、敵かな。敵、やったー、5種類達成。野呂さん見事5種目ゲット。これで宿に帰って寝られます。マジアクセー、アクセー、アジクサ。来た、これで勝ち。あー、やられた。やったー。5種目。これはベラですか。何ですかこれ、忘れた。忘れたってやつですかこれ。磯ベラ、磯ベラ、ベラでしょこれ。あ、綺麗だなあ。岩柄がいいんじゃん。あ、岩柄。やった、5種。川辺さんも5種類の魚をゲット。これせっこいっすね。しかしこんなんでも釣れるっていうことで愛嬌ですね。結構でもこれ楽しいですよ。これバックリいっちゃったな。でも見えてるな、取れるな。これ皆さん、こんなことをやるときは針外しを持ってきましょう。教訓を得ました。これ針外ししなきゃ、なんかで。メゴチです。さっきの川辺さん釣ったマゴチの親戚。いや、すごいね。ベタベタです。よした、念仏台、とうとう念願の念仏台。これ6種類目ですね。だ、川辺さんはね。あー、あげおく、あー、あった、うん、釣れた、あれ。はい、念仏台。はい、ちゃんちゃん。
残ってる。シャチホコ状態。次々とヒットさせる。もうとりあえず一人なんで、魚種も大丈夫だし、もうボコボコすると。よいしょ、え、リリースさんですね。いきます、チュー。意外にこう海の魚こう立っててピャーってあんまり逃げないでポン、ヘケヘケとかなんかこう拍子抜けなんですけど、リリースが。そしてここまでただ一人ノルマの5種類を釣り上げていない原田さん。見ろよこの大物、こんな使ってんだぞ。すごい、素晴らしい。はい変えようかな。どこにでもいるんだなこいつらって。だから違いつろうと思ってんだけど。こらこら、惜しかったな。どうしてくわって。え、俺だけ残ったの？本当に5種類？あらららららら、マジぞ。そうです、あなただけは5種類釣り上げていないので宿には帰れないのです。全部で何品目釣れました？そんなことはどうでもいいんです。注目釣りできた？本当に？メインディッシュがなくて。そしておかずです。ついに夜出てくるんじゃない？やった。誰かと思ったら原田さんだよ。原田さん、それでやっと何？5種類目？そう、カサゴ。なんだかな、ワームで釣ってしまいました。あー、美味しかった。ご飯は俺帰ってから食うわ。あ、そう。原田さん、3人前ぐらい食う。もうイカです。あ、イカの。もう僕たちイカやってますから早く合流してください。イカに。ほら、来るで来るで。どうだ、今日カサゴ泥棒釣ってるかな。なんか変なの釣った人もいたんだけど。綺麗なカサゴじゃねえか。綺麗ですねこれね。すごい、いいじゃん。グー。いや、イカえ、これイカに近くない？いや、ダメダメ。じゃあ、はい、ご飯が食べられます、君のおかげで。はい、ポーン。えい、ガー結構本気で嬉しいそして翌日第5ラウンド、やってきたのは小浦港。近くの漁協から流れる水にたくさんの魚が集まっているはずなんですが、この日は全く魚影が見えません。いまいち。ほら食え、ほら食え。いまいち食わねえな。ジグでパニックにさせてもすぐ沈んじゃうから。知れない。悲しい。そんな中でもヒットさせる天才ノロ。カサゴ。ベイビーカサゴ。こんなんです。すげーちっちゃいですね。親指でもこんなですこんなんじゃしょうがないですよね。じゃあ逃がします。いいかな。イエイ。小浦港ではカサゴ一匹の釣果に終わってしまいました。本当なら伊豆の中でもとっておきのポイントのはずの下田港で第6ラウンド、ところが下げ潮いっぱいの潮止まりで全くノーヒット。そこでやってきたのが初日のポイント、青野川のさらに上流部分。ここで第7ラウンド。昨日結構見えバスじゃねえわ三重魚さんに結構ハマってましたから、うんうん、もう少しね、あの感じでちょっとサイズアップ狙えば、あ、なるほど、いいんじゃない？
はい、うん、楽しいよね。超大きいやつをね、ハマっちゃったよね。ハマっちゃうんですよ。あれはあれで楽しかったんですけど、うん、あ、もうちょっと大きいやつを、はい、うん、じゃあそうしましょう。よし、やろう、行こう。チュース、はい、どうぞ。うん、6キロ。ちなみに上と下しかいないって。え、いないって。この辺移動しましょう。昨日のところからやっぱりあの辺が一番、あの辺と、うん、昨日やったところが一番いいですよね、結局。でしょ。ポイント選択ミスで何も釣れず、青野川河口近くで第8ラウンド。くた。ヒット、メッキ。メッキ？うん。嘘、鈴木だろ？いや、メッキ。ほんとだ。よっ。お、すごいすごいすごい。メッキ、メッキ。あ、スレスレ。よいしょ。あ、じじじじじ。あ、いや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 。はい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 。ああ。あ、ちちちちち。ブルー、あー、こちゃったこちゃったこちゃった、あ、砂砂になっちゃった。はい、メッキです。銀亀味ですね。じゃあ逃がします。よし、やったね、釣れた。朝一にそこの鈴木を釣ったのかと思ったのに。さすが天才ノロ、メッキをゲット。このロープのところから出てきまして、わわわわって。何匹出た？いや、単品だけです。一匹だけ？ええ。単品勝負？史上最悪、昨日より悪い。琴引きと。どうして琴引きになっちゃうの俺では。はい、琴引きでございます。どうだ、島メッキって言うんだよ。嘘だけど。あ、あ、ぶれぶれぶれ。よいしょよいしょ。ヒレが痛いだよこれ。いい？はい。よいしょっと。ピュッ。魚釣れた。いいな、魚釣れると。そして迎えた第9ラウンド。初日ヒラメやダツを釣り上げた岩地海岸に再度チャレンジ。ちょっと引っかかったって感じだけど。汚ねえな。メッキどうだ。スイッチしてたら来たじゃん。メッキだよ。メッキだよね、俺。メッキっすよ。どうやって持ってるのかな。泣いてる。メッキが泣いてる。海岸からでもメッキは釣れます。どうだのメッキ。イリスちゃん、いいかな。あっちはいいな。よいしょ。俺もう腹だよ。参ったか。ピース。はい、ところが原田さんもしっかりメッキをゲット。危ないよ、はい、群れでいた。小さいけど結構うるせえ、うるせそうだね。またね、同じ。はい、はい、たくさんいます。はい、はい、ひょっ。
メッキは群れで回遊していることが多く、一匹釣れれば必ず周りに何匹かいます。あそこにいるよ。釣れたポイントのそばへすかさずキャストするのもテクニックの一つ。ノロさんにはヒラメ。稚魚の放流活動が盛んなヒラメは海岸近くに驚くほどの数が生息しています。将来はルアーフィッシングナンバーワンのターゲットになりそうな魚です。ヒラメですね。ちっちゃいですね。そげたい。おう、元気元気。バックバックって。いいので、そこトゥイッチしたら、まあ、今回で一番大きいかもしれない。それえ、タクで狙撃の中では。さっきのやつダメだった？さっきのだとダメです。だってじゃあもう、ダメでした。じゃあ逃がします。バイバイ。あー、ナミー。やっぱりトゥイッチングですよ。トゥイッチング。そうです。海のルアーフィッシングで最も大切なのはこのトゥイッチングの動作。いかにも弱った小魚が逃げているような動作を演出することが大切です。動かないで、動かないで。そしていよいよ最終ラウンド。やってきたのは中川。河口から1キロほど上流の河川を狙います。違うかな。違う、これ何、これ魚だな。よし、来た。すごいよ。なんだか知んないけど、なんだこれ。グーフーか。グーフー。あ、でかいじゃん。グーフグ。目が綺麗ですね。これで6の7の。僕はこれ8種類目ですね。8種目。8目釣り。グーフーはどうやって持ったらいいのかな。外は平気なのね。キュッとこうやって。詳細フグって言うんですか。綺麗ですね。はい。はい。猛毒ですというその一言がでした。ほらこれメッキだった。チクショバカ野郎。よしった。あら、これはシマイサキだ。これは琴引きではありません。え、いいですね。はい、お願いします。福子さん釣れません。ついてるか、ついてるついてる、あ、ついてる。外れるなよーっと。ほら来た。これは何、何だろう。何味ですか。メッキ。メッキだ。これ、違う。メッキじゃない。いや、でもなんかこう、味系のような。いやー、よかったな。これ、1、2、3、9、9種目。すごいな。あと1種目、復興は釣れるもう10種目だもんな、一人で。もう完璧じゃん。負けはないな。うん。ポイントでもしかして負けてんのかな、これ。ガン。10目目です。ピース。ピースってことじゃないか。これ10目目。ザガニですか、これね。モズクガニ。モズクガニって言うんですか。これ10目目ですね。いや、天才かもしれない。これ皆さんも簡単に釣れますからね。何でもいいんですけどね、ワームはね。橋の下にスズキの魚影を発見。あ、また来たのにダメだった。映らねえよな、今ね。よく見てください。スズキがルアーにアタックする様子が見えますよ。
石の動かし方より遅いでしょ。止めが入るんですよね。手が壊れない。すごい釣り方解説だな。釣り方解説した時って大体釣れないとまずいんだよね。その通り。おい、そのまま釣れた。ほら、その通り釣れた。やったー、釣り方解説中に釣れました。これ、平成吾です。平の成吾ですからね。平の子供、平鈴木の子供です。あぶねー、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 あぶねー。平成吾、やったー、執念の結構しつこいよ俺ってね。どっちかっていうと釣るまでは絶対やめねえ。よく東京湾で釣れる丸スズキに比べて体高のある平スズキの子供、これから外洋に出て磯場などで成長していきます。よっしゃった、センキュー。やー、執念で釣ってしまいましたね。これですね、今日はと言ってまたやめねえやつ。あくまではまだ釣ろうとしてるやつ。はい、どうもお疲れ様でした。疲れないよね、このくらい。いやもう平気平気、もう目の下くぼんぐん出るちゃう。いやいや、いや、まあ10種目10種目ってことでドロー。はい、おしまい。そんなことはねえだろ。あ、まあいいですか。楽しかったね。楽しかったからってことでね、うん、許してもらって。そう、カーベ、海で生きていけるよ。そうですか、うん、もうバスプロはもうやめても大丈夫ですかね。水釣りが得意じゃない。ええ、うん、水釣り得意なんで、いや下手だって言われたこともあるんですけど、だいぶ上手くなりました、おかげさまで、ね、うん、ええ、淡水の魚と比べて海の魚はほら素直だから。そうですね、ね、割とパッと食ってくれ、うん、食ってくれるから、食ってるところも楽に見えるしね、うん、うん、やっぱ水の綺麗なのいいですね、海はね。ええ、また今度やろう、やりましょう。なんか今度また違う新たな、そうそうそう、新たな魚種に挑んでですね。ずっとここのとこさ、細かいもの大きいもの細かいものできてるから、ええ、今度またでっかいものでやりましょうか。あ、でっかいやつ ね、いいっすね、もうパワー勝負みたいな。そうそうそう、もう原田さんの真骨頂みたいなやつを。そうだ、ね、今度見せてもらって、うん、ええ、じゃあ今回はこういうことで、どうもお疲れ様でした。お疲れ様、はい、帽子がなかったな、また来週。あ、帽子なかった。あれ、もう最初から最後までジョークばっかり。